どうも、レオンでございます。2024年もですね、張り切ってやってまいりましょうか。今回はですね、 FC 大阪VS AC 長野パルセイロ J3 開幕節勝敗予想という感じで、やっていきましょうか。はい、エース長野パルセイロ G3 回。いや、かましいわ。なんやろね、このシリが勝手に立ち上がるってマジでうざいよね。誰か教えて。まあ設定いじりゃいいんですけど、めんどくさい。はい、何でしたっけ。あー、 J3 開幕節勝敗予想ね。誰もせんから俺がするわ。うん、FC 大阪 VS AC 長野パルセイロと。これまた渋いカードだね。FC 大阪監督が、あれや、大竹監督やね。うん、鹿児島にクビになったやつ。まあでも、まあ指導者キャリアは長いんですけど、プロの監督としてはそんなに長くないですよね、ぶっちゃけ。多分、あの鹿児島が初だったんじゃないかな、J リーグのクラブでは。ですけど、まあ重鎮なんで、チームを落ち着かせて、もう強くするってのはできるんじゃないかな。まあ言うてね、鹿児島はいいところまで行ってましたからね。でもチームが完全に、うわすげえな、完全に入れ替わった感じやね。うん、すごいね、丸々入れ替わってる感じやね。これで言うとやばいね。ああ、うん、丸々入れ替わってんね。有名ところで言うとガイナーレの重松とかね。ラウブリッツのタケとか、まあまあ J2 ではまあそこそこですかね。まあでも、地味な選手が多いかな。俺知らんな、ほとんど。まあこれチームをね、試運転とかこう機能させるまでちょっと時間かかると思うんでね。とはいえね、まあ戦力的にっていうか、まあ去年監督も良かったんでね、志垣監督っていう。去年は最終的にはね、J2 ライセンス取得できなかったんで、昇格できなかったんですけど、まあ、それなりの元から下地というかね、強いチームではあったんで、まあ、プレーオフ圏内に行けたらいいところじゃないかなっていう感じはするんですけどね。で、長野パルセイロは、ここ監督誰だっけ？あー、何か、今治から来たやつか。ちゃうわ、今治から来たやつがあれ、あ、続投か。続投なんかな、ちょっと分からへん。で、ここもチームが一気に入れ替わんねんね。でも知らんな、全然知らん選手ばっかやな。ちょっと分からないですね、ちょっと分からないですね。入ってきたところで言って、まあ他のチームであんまり戦力なってないやつを獲得してるかなっていうところじゃね。そんな有名なやつを知らんな。まあそんな感じだね。まあ似たり寄ったりのチームかなというところですよね。ただ監督の経験値的に言うとね、どうでしょう。同じ、まあ高木監督ね。これ合ってるよね。高木監督続投でいいんだね。ちょっと待って、長野パルセイロ、長野パルセイロ監督、あ、契約更新だね。更新だね。まあこの監督もまあまあ J3 とかではそこそこキャリア持ってんのかな。ちょっと詳しく分かんない。ガイナーレ鳥取とかで監督してたんかな、なんか、まあ、そのレベルで今治とかなんだけど、まあ特段ね、なんかすごい実績があるわけじゃないんで。とはいえ、まあ去年からね、もうまあ半年ぐらい引いてんのかなってなると、まあそのアドバンテージがあるかなっていうところなんで。でも FC 大阪もね、監督変わったばっかですから、一発目ですから、これいきなり爆発するっていうパティーンもあるんでね。パティーンがあるんで。そう考えるとね、これは FC 大阪行くんじゃないかな。いきなり新しいエネルギーで監督変わったばっかなんでね。監督変わったばっかりの時って行っちゃうからね。行っちゃうって、これ下ネタじゃないからね。っていう感じで言うと、
FC 大阪かな。いやまあ難しいな。でもいきなり勝つとはまあいやでもどうかな。あるよねパティンとしては力あるしね。だから引き分けかな。うん、 FC 大阪いきなりアウェーで勝つ力もあるやろし、ところかな。ちょっとこれ読めへんな、本当にマジで読めへんな。どっちもまあ要は決定にかけるからねこのチーム。で大竹監督もまあ別に経験値あるけど、じゃあそんなにすごい実績あんのかって言われたら難しいところやから。でも大竹監督もねこれ勝負しない、結果残さないとねもうすぐクビになっちゃうからね。っていうことを考えれば、引き分けかな、もしくは大逆転であるかな FC 大阪。いやーちょっと、いやいやいやあるかな。スタートダッシュ成功するっていうパティもあるからね。はい、っていう感じなんで FC 大阪の勝ち、もしくは引き分けというところ。いやいやこれわからん、これも予想できへんわ。予想拒否ってありかな。拒否っていい、これわからん、マジでわからんすぎるわ。どうしたらいいのこんな。いやでもあれかな、やっぱそうね、やっぱ FC 大阪にしようかな。やっぱりここのポテンシャルっていう面では高いからね。そこでまあアウェーですけど勝ち、もしくは引き分けというところにしましょう。これは難しい、なんでこんなの予想せなあかんね逆に。